はい、こんにちは、中村翔太です。今日も YouTube 見てくれてありがとうございます。今日はタイトルの通り、もうすぐ夏至です。っていうか、これ撮ってる明日が夏至なんですけど、割とこうね、毎年、夏至とか秋分とかの前にはこう毎回ね、この暦のゲートだから、こういうことが大事です、ああいうことが大事ですよって比較的お伝えしてきたんですけど、今回の夏至はやってなかったなって思って今、撮ってます。で、聞いたことある人もいるかもしれないけど、夏至とか秋分とか春分とか冬至とか節分とか、もちろんこういったことだけじゃないんだけど、とにかくこういう暦の中でこうターニングポイントとされてる時って、すごく宇宙から地球に入ってくるエネルギーにすごく変化があったりとか、あとは今の時代でいうと人々に覚醒のエネルギーがもっとドワッてこう入ってくるタイミングだったりするので、このゲートっていう、この暦の、今回で言えばこの夏至のゲートっていうのをどういった形でくぐっていくかっていうことは、今後の僕たちの流れというか、タイムラインをどういった流れで生きていくのかっていうことにすごくポイントになってくるんですよね。で、今回は、直前なのですが、この夏至に僕がおすすめしたい、ワークとかを、簡単なワークを今日はシェアしたいなというふうに思っています。こういう、暦のゲートの時のポイントっていうのは、イメージの中でいかに光を大切にできるかなんですね。できるだけ自分自身がこの、春分だとか秋分だとか、こういう、今回でいう夏至でいう夏至のね、前後に自分がたくさん光を吸収するイメージっていうのをすることによって、実際にこの宇宙から地球に入ってくる覚醒のエネルギーとか、目覚めのエネルギーっていうものをすごく上手に扱っていくことが、できます。で、僕自身がすごくおすすめしているのは、自分自身がクリスタルでできたスポンジみたいになってるって思ってみてほしいんですね。クリスタルの素材でできたスポンジで、スポンジって皆さんもイメージあると思うんですけど、すごいたくさん水を吸収できますよね。そういう光を吸収できるクリスタルの自分になってるってイメージをするんですね。そしてこの夏至の前後、もうこれ撮ってる今日21日なんですけども、今日ももうすでにすごい光のエネルギードッと来てるんで、でリーディングしてみていくと、特に今日の12時以降、昼の12時以降っていうのはもっとエネルギーがドッと入ってくる感覚がすごく僕の中であるので、そのここから夏至、22日が夏至、23日が終わるぐらいまでの間に、たくさんそのスポンジの自分が光を吸収するイメージをしてみてほしいんですね。で、もう本当に上から光がぐわーっと先のように降りてきて、それをスポンジの自分がもう思う存分吸収するみたいな。で、これは1回やるっていうだけでももちろん意味があるんだけど、今日からその夏至が終わる、で次の日ぐらいまでの間っていうのは、これを時間があったら何回もやってみてほしいんですね。だから1回やって終わりっていうよりかは、なんか今時間があるから夏至のエネルギー吸収しとこうって、こうピッてひらめいた時にはどんどんやってみてほしいんです。そうやって、自分自身が夏至の覚醒のエネルギーを受け取るよっていうのを、そういうワークをやることによって、受け取る準備ができてますよって示すことになるので、そんな感じで今日から3日間、今日入れて3日間っていうのは、そういう光をたくさん吸収するイメージをやってみてください。で、どんなイメージでも本当はいいです。でも僕がおすすめっていうか、すごいやりやすいなと思ってるのはスポンジのイメージなので、そのスポンジでたくさん吸収して、もうこれ以上受け取れないよっていうぐらい、もうたくさん受け取っちゃっていいので、でこの数日間でしっかりと自分自身のその光を強めてみてください。そうすると、その受け取った光っていうのが自分の意識の中とか肉体の中で夏至以降にたくさん振動してくることになります。そうすると自分自身のアイデアとか発想とか、時には信念とか覚悟みたいなところまですごくその振動が影響してきて、目覚めていくっていうこのアクションに対してすごくプラスになってくる部分があります。っていうのをね、大事にしてみてください。
で今月、6月始まるときに、今月って6月だよね、6月始まるときに、今月は整理整頓とかクリアリングが大事ですよとお伝えしたと思うんですけど、それは何のためかというと、ある意味でこの夏至っていうのも関係しているんですね。でその整理整頓を、こういうねワークもすごく効果的なんですけど、そのワークはその夏至の、ね、タイミングでやるとして、その夏至までの間にどれだけ整理整頓できているかなっていうことがやっぱりポイントになってくるので、そういった意味では、夏至前後のワークっていうものも重要なんですけど、それプラス日常の自分っていうものもそこに、大きくコラボレーションされてくるので、はい、なので、こういったワークも大事にしつつ、日常の整理整頓とかクリアリングとか、あと自分の意思とか選択っていうものも引き続き大事にして見ていただきたいなっていうふうに思ってます。あんな感じでね、今日朝起きてもうすっげえエネルギーがぐわーって入ってきてるのもう感じたんですよ僕。朝起きて第一声が、隣に次男がいて上の方に長男が寝てたんだけど、なんかねパッて起きた瞬間、なんて言ったかな、エネルギーが軽いみたいな感じで言って、今日の僕の朝の第一声がそれでした。それぐらい本当にエネルギー動いてきてるんで、でこのエネルギーを軽いなーってこう感じる人もいれば、そのエネルギーの波動の高さを感じて自分の中から、ネガティブな周波数が上がってくる人もいます。そうするとちょっとこう肉体に重みを感じたりとか、心がざわざわしたりする人もいるかもしれないんですけど、そこはしっかりとグランディングの意識を持って、つまり地に足がついた、腹の座ったグランディングできた意識を大切にして、自分が今何をすべきなのかっていうことを冷静に捉えてみてください。であとはただそれをまっすぐとやっていくだけですね。一番ね、これは夏至だけじゃないんですけど、今の時期おすすめしないのはもう慌てふためいたりすること、あどうしようどうしよう、逃れようってやること。一番はもうどんどんそういうの出てきたら手放してワクワク手放して上がっていくことが大事なんですけど、いやもうちょっともう手放しがたいみたいになった時にはもう慌てないでください。もう冷静に、だってこれまでの人生の中だって永遠にざわざわしたことなんて絶対ないじゃないですか。時間が経てば落ち着いて次のところに来ましたよね。だからこれっていうのはもちろん手放してすぐ次のところに行けたらそれはそれですごくいいことだとは思うんだけど、どうしてもそれが自分にとって難しいって思った時には一回冷静になってみてください。でその冷静なスタンスで今自分にとって何が大切なのか、つまり例えばグランディングすることが大事だと思えばグランディングをしてください。センタリングすることが大事だと思ったらセンタリングをしてください。冷静になった上でやっぱりさらにね、こう統合して手放していくことが大事だと思ったら手放してみてください。美味しいご飯が大事、食べるのが大事と思ったら食べてみたらいいです。そういうふうに自分が捉えたことを中心に置いて、そういう時はぜひやってみてください。って感じかな。本当にね、毎年僕夏至とか秋分とか言ってんだけど、もう年を重ねるごとにこの夏至だったら夏至がもうどんどん軽やかになってってるんで、もう本当それこそ来年とかどんなになっちゃうのってぐらい感じてます。だからそれだけね、大きくエネルギーが動いて軽やかなエネルギーが降りてきてるので、そういった意味でこう自分自身や周りの人やそして地球自身に何かすごいこう祝福の心を持ってこの、夏至が最善な形で通過していけるようにって、僕自身はすごく思っています。ということで今日は夏至の話でした。もしかしたら何回も聞いたことある人いるかもしれないですけど、改めて大事にしてもらいたいなと思います。最後に簡単にまとめると、夏至のポイントはイメージをどれだけ光のイメージをできるかどうか、光を受け取るイメージをどんな形でもいいからしててみてください。でイメージがどういうのか分かんないって言ったら、さっき言ったスポンジのイメージングをしてみてください。であとは日常の整理整頓も大事っていうね、どっちもすごく大切なことなので捉えていていただけたらなと思います。もうね、夏至の前日とはいえども、今自分ができる整理整頓やクリアリングっていうのがあったら積極的にワクワクとできるならば取り組んでみた方がいいなと思っています。っていう感じでね、今日も見てくれてありがとうございます。楽しい夏至を過ごしてください。バイバーイ。